条件があって、ね、たどり着けない人もきっといたと思うので、ね、体調悪いとかね、急に用事が入ったとかね、
だから急に行きたくなくなったとかね、いろんなね、理由でね、来れなくなる人が必ずいます。でもその中でね、皆さん来てくれて本当に良かった。そして、きっとものすごくもうついてる人なんだと思うだけ、ね、思います。幸せだなと思ってます。今日は満席いただきまして、本当に良かった。後ろに歌詞出てますけど、あれ目安と思っててくださいね。僕よく間違えますね。後ろが正解です。で、僕はよく嘘を言います。嘘という名の、これ英語で言うとアドリブっていうんですけど、その時の気分で言葉がよく変わります。さあ、本当はね、今回はモンドライブ歌だけということで、安室ちゃんの目に喋らずに全部歌だけして、最後ありがとうだけ言って帰ろうと思ってたんですけど、東京でね、やってみたんですけど、無理でした。喋りたがりの僕はね、そのね、歌だけで済むと思うなよということで、また今日も、でもね、今日はいつもより、だいたい喋ってる内容を歌にしてるので、なんかね、その、気の用心が危ないみたいな、なんか、じゃあ違うわ、なんか違うわ、なんかそういう被ってることをね、言ってるんで、で、本当はもうね、その講演会では喋り倒してるので、ライブで歌っていたいというところだったんですけど、だから今日はちょっと歌多めです。で、その僕はじゃあなんで歌を歌ってるのかって言ったら、そもそもは僕ね、お経をやりたかったんですよ。僕がこの作ってる歌詞っていうのは魔法の言葉をぎっしり詰めてるので、魔法の歌っていうことで、その大事な言葉をギュッと詰めてるんですよね。だからもう大事な言葉をずっと聞き続けて、それから CD にして覚えて、ずっと皆さんも口に出し続けたら、ずっとその魔法の言葉が体中こう駆け巡って洗脳さ、あ、じゃあ駆け巡っていくんですよね。そしたらこう知らない間に幸せになっていくという、そういう方式を実は取ってます。で、でもね、まあ本当はその、本当はこんなことやりたかったんですよ。本当はね、お経をしたかったんですよ。本当はね、その、まあ、お経、この中でお経言える人も多分いると思うんですけど、お経ってね、こう喉鳴らすと気持ちいいわけよ。アンジダイゴサヨジハンニャーラミタジショウケンゴウンカイプドサイクラクシャリシシキウイククフイシキシキソクゼククソクゼシキジュウソウギョウシキヤクブニョウでどこまで行くんじゃおうなんてとりあえずハンニャシンニョウは最後まで言えるけれども終わる。金のためにここまで座ってしまいます。あれをしたいだけです。にしたかったんですけど、やっぱり問答が聞きたいというリクエストが、問答が聞きたいというリクエストが主に家の中からありました。家の中に嫁という生き物がおりまして、ね、その生き物がどうしても問答を聞きたいということなんで、いや、やめとく、いや、聞きたい、いや、やめとくということで、最終的には必ず僕折れますので負けて問答することになりました。で、はい、ありがとうございます。で、皆さんが問答、なんか質問とかあれをここに入ってんだよね。書いてないの。君たちね、その気配り目配りが足りなかったね。その入り口にもあったよね、紙ね。あった、ほら、あった。でも、ってなってるか分からへん。さあ、じゃあ、でもね、パッと開けてね、長かったらやめるからね。え、マジで？私は2ヶ月で
中学受験に合格しようとしています。とっておきの秘訣を教えてください。小学6年生井上さくら。さくら、さくらどこにいるの？さくらどこにいるの？どこ？あ、そこ、え、さくらって小学6年生なの？あ、すごい、ほんまや、大人の女だ。ごめん、なんか変な言い方した。じゃあ、そうだな、とっておきの秘訣、じゃあ、じゃあね、これね、ちょっとさっき楽屋で作った歌、これを歌おうかな。さっきね、楽屋で作ったの。楽屋作ったっていうかね、本当はね、正確には昨日作った歌なんやけど、忘れてきたの。だから、楽屋で思い出しながらもう一回作った歌があるのね。これをね、ちょっと歌おうかなと。よし。桜立とうか。6年生、おお、すごいね。とっておきの秘訣ね、なんか2ヶ月で、2ヶ月でということは2ヶ月だけ勉強して合格しようとしてるんだよな。聞いてるんだ。2ヶ月だけ勉強して、合格するっていうことやな。はい、そうやな、オッケーオッケー。まあこの歌を歌う前にちょっと即興で今曲を作って。お金を買う資格を取って、あなたもちゃん
準備も完璧よ。ぼやぼやしてたらアセンション。あいつら気楽に遊んでて、将来ひどい目に遭うのよ。こんなに心配してるのに誰も分かってくれないの。どこまでやってもふわぎゃん。私ばっかり大変じゃ。
人生を歩いて
したいんだよ。君の選んだ道が正解になる。だから君は今自分の思う通りに、正しくてもたとえ間違っていても、誰かになんて言われてもそうしたいんだろう。君の選んだ道が正解になる。君の選んだ道が正解だから。また怒られるのが怖くて、本当の気持ちなんて言えないよ。それでも間違っていることが許せなくて、いつも不機嫌で生きているでしょ。だと思われるのが怖くて、いつも遠慮ばかりしている。嫌だと欲しいが言えなくて、我慢するしか知らなかった。とっても弱い本当の私、知られるのがとっても恥ずかしくて、嫌われるのが怖くて、いつも強がってた。そうしないとここにいられないと思う。
手に傷ついて我慢して余計なことしたのか